トネ交渉は前衛芸術家、音楽家、米国在住、ノイズミュージックの第一人者。1935年、東京都浅草に生まれる。千葉大学の国文化に進学し、日本文学を専攻。シュルレアリスム文学を卒業論文のテーマにした。1957年に同大学を卒業。1958年に、 一柳里氏を通じて知り合った城島チューナスの誘いでフルクサスに参加した。また、同時期に即興演奏をはじめ、小杉武久、塩耳恵子、武田明林、水野をさたからと即興音楽集団、グループ、音楽を結成、日本初の即興演奏グループとなった。ハイレッドセンターやチームランダムにも参加、多くの全英芸術運動に関わった。 現代美術評論でも知られる。1972年に渡米し、活動拠点をアメリカに移した。ジョン・ケージなどとも交流し、数々のイベントに参加した。トネの作品の中では、音楽作品が特によく知られており、CD の盤面に意図的に傷をつけて、プレイヤーが読み取るときにディストーションを発生させるという表現手法などを用いた。2002年には、アルス・エレクトロニカで、 デジタルミュージック部門の金賞を受賞している。CD など音響再生産メディアに傷を濃いに加え、ノイズを生み出す。意味を持たない音と、新しいテクノロジーやメディアの主題歌という二つのコンセプトを実施している。ありがとうございます。